はい、皆さんこんにちは、リオです。ですね、今回は千葉サーチュエのですね、プラットアビニューの方に来てます。はい、でこのプラットアビニューにですね、杉原さんがおにぎり屋さんをオープンしてここに来ました。はい、でこの通りをですね、まっすぐ行くとあのガンドンホテル左手の方にですね、それから、もう少し行くと千葉サーチュエリストの方に来ます。はい、でこのここですね、この花に果物か花か、はい、ちょうどお店の前でですね、ちょっと今工事してるんですが、はい、でこの横の並びにですね、ちょっと一軒の一軒その先ですねにあるのがこの香港ジョッキークラブの、はい、この馬券売り場ですね。はい、でその脇隣に化粧品の笹が、で笹のですね隣、あ、ちょっと今工事してるのでちょっと入りにくいですね。ここにあるのが杉原さんのお店ですね。杉原家手作り飯団、この飯に団、団体の団ですね。あ、杉原さんのおばさんがいらっしゃいますね。はい、これがあのおにぎりという意味だと思います。はい、なんか綺麗なお店ですね。まあこじんまりとしてますが、すごく綺麗なお店です。はい、じゃあちょっと杉原さんにですね話を聞こうと思います。はい、はい、じゃあですねこの店を切り盛りする杉原さんにですねちょっと話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。杉原さん、あの前いつですか、去年の12月ですかね。そうですね、去年の12月に始めまして、はい、はいはい、でちょっといろいろありまして、はい、今年の、はい、ですね、はい、あの門国は、今年の4月で一応ちょっとクローズしまして、はい、でちょっとあのそこから移転をしまして、はいはい、あのチームサーチュエイーストの方に、はい、まあ、ちょっと3ヶ月ぐらいお休みあったんですけど、はい、移転がなんと行きまして、はい、7月からまた再スタートということで、はい、ここでですね、はい、こちらでこれいいですよね、はい、本当真ん中ですよね、はい、あのこれ僕もあのしょっちゅう通るところを、です。事務所がこの裏なので、はい、はい、すごくいいところですね。はい、あの前モモコの時とですね、結構なんかちょっとお店もすごく綺麗になって、はい、でなんかバラエティも増えたんじゃないですか。そうなんです、ね、はい。以前いらっしゃった時は、はいはい、まあ、初めてばっかりだったんで、はいはい、まあ、クオリティとか、はい、まあ、種類とかも少なかったんですけど、はいはいはい、今はその、はい、そこからお客さんからいろいろフィードバックいただきまして。はいはい、味の方も、はい、あの種類の方もかなり改善をされましたので、あ、じゃあもう数段グレードアップしてると、はい、日本人の方が食べても、はい、多分おそらくある程度は満足していただけるような、あの、はい、私の知り合いがねこの隣のビルで仕事してるんですけど、そうなんですね、週5回来るって言ってましたよ。週5回、それはありがとうございます。毎回ここのおにぎり2個を、はい、夕飯で食べてる。ありがとうございます。はい、そんな人もいるので、はい、なんかおすすめのおにぎりもしあったらちょっと教えてもらえますか。そうですね、はい、上の段のやつの、はい、まあちょっと高級なシリーズなんですけど、はい、まあ、初めはちょっと売れると思ってなかったんですけど、はい、皆さんこの18の一番高いやつを買っていただいた方が多くてですね、はい、この昆布からし明太子、はい、これは、はい、これは一番左から説明しますけど、はいはいはい、これあの明太子と昆布が混ざってるっていう、はい、ちょっと一風変わったやつなんですけど、はいはい、あ、明太子と昆布珍しいですね、はい、こっちは多分巻いていけないんですけど、はい、日本では結構明太子にちょっと昆布を乗せて食べるっていうのが一部では流行ってまして、はい、これは香港の人には受けるんですか。いや、これすごい売れているんですよ。そうですか、はい、ご飯に昆布を混ぜ込んで、はい、あそこにちょっとごまを入れて、はい、中に明太子が入ってます。あ、かなり凝ってますね、はい、このエビ天サラダっていうのはこれはですね、これ大きいですね、まあ、これ大きいんですよ、はい、2匹のエビが入って2匹のエビ入ってる、かなり大きいんですよ。あ、そうですか、はい、それで18で食べれるっていうのがまず一つのメリットなんですけども、はいはい、もう一つは中に自家製のタルタルソースを、はい、隠し味ですか、入れてまして。あ、そういうことですか、はい、結構濃厚なタレになってますので、はい、まあ、非常に満足いただけるかと思います、はい、あ、そうですか、はい、これももう一つありますね、はい、こちらもですね、はい、ちょっとさっきとちょっと被るんですけど明太子ですね、はいはい、こちらは、はい、焼いた明太子なんですね。あ、そうですか、はい、香港ではなかなかないと思うんですね、はい、焼いた明太子に、はい、さらにご飯の方に、はい、その明太子を混ぜ込んでるんで、はい、まあ、結構贅沢な味になってるかと思います、はい、あ、なるほど、はい、前あの杉浦さんですね、あの門国の店の時にはあの
午前中だけですね、あのお店やってると、はい、ここでも携帯としては同じなんですか。そうですね、基本的には6時スタートなんですけど、はい、あ、6時早いですね、はい、じゃあここにもっとその前に来て、そうですね、もう3時ぐらいから来てやってますね。それはすごいですね、はい、もう休みも1回もなく、はい、で、はい、で3時に来て6時スタートして、で何時までここにいらっしゃるんですか。はい、私はまあ12時か、はい、昼の12時か、はい、まあ、1時ぐらいまでは作ってますんで、はい、ああそういうことですか、はい、じゃあ午前中に来ると杉原さんにも会えると。はい、もう必ず会います。必ず会います。必ずいます今は。はい、わかりました。で杉原さんとお母さんですね、はい、あの奥で探しの、はい、香港人の、はい、の母です。はい、お母さんと杉原さんでこの共同作業として作られてると。はい、あ、そういうことですね。わかりました、はい、じゃあ僕もぜひ今日ですね、この高級バージョンちょっと3個はちょっときついから、はい、まあ、2個ちょっと頼みますので。はい、はい、じゃあそういうことでですね、何かアピールしたいことがあればですね、せっかくの機会なので。そうですね、はい、まあ、基本的に工場生産と違って、はい、朝の5時から作り始めてるんで、はい、まあ、非常に鮮度が高くて、はい、あと、まあ、具が、まあ、他社の他のおにぎり屋さんよりも多いと、はい、まあ、具も多くて、はい、まあ、値段の方も結構控えめなので、はいはい、費用対効果がいいってわけですね。そうなんですね、はい、お得で、まあ、味も結構いいと、はい、いいですね、はい、なんかあの野菜とかもねこう置いてるので。そうなんですね、あのこれバランスがいいですよね、はい、あのご飯食べてこの野菜を食べて、はい、で飲み物があればもうそれで十分ですので、はい、そうなんですね、はい、わかりました、はい、飲み物も、はい、野菜もございますので。あ、そういうことですね。はい、おにぎりだけじゃないということで。わかりました、はい、はい、じゃあすみません、今日どうも忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。